はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガ、いろいろ見ていただいてありがとうございます。さあ、今日はですね、こちらでございます。ファミリーマートコレクション、すき焼き風キュート268円かな。ですね、先日食べたですね、牛丼の具、同じくファミリーマートの商品ですけども、そちらは要冷蔵のチルド商品だったんですけども、はい、そちらよりもちょっとお安いんですが、いかがでしょうか。どうなんでしょうか。国産コシヒカリ炊きたてご飯をで食べましょう、ね、さあどうでしょうか。キッポンとこんな感じなよいしょ。すき焼き風牛とかね。よし。おーと。やっぱ具が少ないね。具が少ないっすね。こんなんでしょうね。まあ、これからするとね、すき屋さんのとかですね。牛丼が280円ぐらいですかね、今ね。お安いですよね。まあ、こんな感じになりました。なんか、すき焼き風、なんかゼラチン質がご飯の上に乗ってるみたいな感じです。これ、人参かな？かろうじて人参、そして玉ねぎ、そしてこの白滝と肉という感じですね。さあ、行きましょうか。どっか行こうか。まあいいや、いただきます。まあ悪くはないね。まあ悪くはないっていうぐらいですね。そして例によってたまごちゃんをかけますけども、まあね、たまごちゃん、お醤油ちゃん、トップバリュー特級マルサイズ大豆醤油ね、こんなんいきますけども、あー、かけすぎちゃうね、どうしよう。混ぜるっていうか、卵を潰してるだけなんですけどね、これ。絡むかな、うまいこと。ちょっとこの皿の上じゃ難しいけども、頑張っていただきます。やっぱ、卵割ると全然違うね。普通でした。はい、ということで今日ご紹介いたしましたのは、すき焼き風牛丼ファミリーマートコレクションでございました。ありがとうございました。